よいしょ。ということでですね、これからイスラでパスコアに行きたいと思います。 PDA これちゃんと通すらしいです。イースターアイランド5時30分朝めっちゃ早かったですけど、5時6分ですね。まだ外暗いな。結構イースター島に行くのに書類関係が大変ですね。まずインターネットでオンラインとオンラインフォームに入力しなきゃいけない。泊まるホテル、まあ、僕の場合だとインビテーションレター買ったのでそれをもらって、あと、まあ、航空券ね、往復の航空券が大事だと。特にまた PDI っていうこっちの警察があるのでそれを見せないと。ということで着いたんですけど、一番ショックなことが USB の充電器がないということですか。残念。ちょっとね、朝早かったので寝ようと思います。イエイ、着きました。ラパーヌイです。意外に寒いっすね。意外に寒いっす。もうちょっと南国な感じかなと思ったんですけど、朝と夜は寒いらしいですね。ちょっと肌寒い気がします。でもいいでしょう。みんな歩いて入島します。こっからね、なんか入島税が50ドルぐらいかかるらしいんですけど、キャッシュオンリーの子供が40ドル、大人が80ドルですね。ラタムラパヌイの田舎です。こちら、ここで10日間ぐらい生活したいと思います。ラパヌイはめっちゃ物価が高いというので、いろいろ僕は持ってきました。で全部一応ね、税関みたいなのは通りました。それを紹介していきたいと思います。牛乳とシリアル、クラッカー、これもパン、洋梨かな、洋梨、オニオン、バナナですね、紅茶、ツナ缶5個、高菜缶、はい、米、パスタ、ブラックペッパー、油、コンソメみたいな。で、トマトソースとレモンと蜂蜜、塩。これね、シュガーなんですよ。で、これ醤油。はい。今からですね、ちょっとヒッチハイクをしてですね、初ヒッチハイクになるんですけども、行こうかと思います。気持ちいいっすね。ラッパーの気持ちいい。窓なりにですね、ダダン。こういったホテルもございます。これは、1泊1000ドルぐらいするらしいです。おです。ということでね、今日1日が、初日が終わろうとしております。平和なとこだと思います。とてもいいスタートが。あそこからの眺めを見てみましょう。綺麗な青空っすね。ということで、チャオチャオ。